ライブ配信中はいはいこんにちは皆さんえっ、ー、と何人ぐらい今見てるまだ見てるかどうか数字がわかんないよね、うんえー、こんにちはえーごとしようですえー、今日はえー、僕がやっているえっ、ー、とアートチャンネル えー、ハブ・ザ・フォー・サイト・アバウト・アートの、えー、YouTube ライブをや,るやりたいと思います。今からまあ1時間、1時間半ぐらい、あのー、したいと思ってるんですけども。で、今日は、えー、先日、えー、行われました、えー、東京フロントラインフォトアワードをその巡ってお話ししたいなと思ってるんですね。 で、まあ僕は、あの、えー、コンテンポラリーアート全般のことについて、えー、書いたり、展覧会を企画したり、えー、新人を売り出したりとか、まあいろんなことをしてるんですけれども、えー、まあ,あ、コンテンポラリーアートの領域の中でも、まあ現代写真っていうものについて非常にまあ興味があって、 えーまあ、写真そのものについて興味をそのいわゆる持ち出したのは70年代の終わりぐらいからですけれども本格的に仕事でいろんな写真家とその組んで仕事をしたりとか写真集を作り出したっていうのは大体80年代の、えー、中盤ぐらいからっていう風な感じなんですねそれで、まあ、最初は写真っていうものが、まあ、どういう風な仕組みで作られていたりとか、えー、観客がどういう風に思ったりするのかっていう、まあ、その コミュニケーションの仕組みみたいなものっていうものを、まあ、まあ実践的に経験するっていうふうな、あまあ、 えー、部分からアプローチしてきたとまあだからいわゆるまあ例えば写真学校で写真を勉強したりとかそういうようなあスタイルではなくてまあその社会の中に存在している写真っていうものの手応えっていうかな肩触りみたいなものっていうものを触りながらまあいろいろ写真っていうものは非常に不思議なもので面白いものだなと思いながらいろいろしてきたっていう感じなんですね。それで90年代に入って、えー、まあ まあ80年代の終わりはまあコマーシャルのそのフォトグラファーとそのいわゆるセットアップで写真をどういうふうに作るかだから普通だったら非演出でそのリアルな写真を撮るっていうことかもしれないんだけどスタジオの中でモデルを入れたりとか洋服着せたりとか海外ロケをやってコマーシャルの写真を作るとか。 で、まあ、そういう、いわゆる写真が社会の中でどういうふうに機能するのかということを、まあ、経験してたんですけど、90年代の頭になって、それまでとは違うタイプの写真家と出会うことになったんですね。これはすごい大きくて、ちょうど今まだ、えっ、ー、と、写真美術館でやってますけど、えっ、ー、と、写真とファッション家でやってるけど、まあ、まあ、例えば高橋教二君っていうのは大きくて、えーと、京二とまあ、一緒にいろんな写真のことをやり始めた。まあ、特に、 えっと、ニューカラーっていうものの存在っていうのはすごい大きかったんですね。まあニューカラーの中でも、まあ、まあそのニューカラーっていうのは80年代の頭にまあ何てか出てきた人たちなんですけど、えー、スティーブン・シュアーであるとかウィリアム・エグルストンであるとかそういうまあ何て言かカラー写真なんですけど大盤で撮影してまあその自分でプリントを調整しながらやるタイプの人たちなんですけどまあそういうののまあ,あ なんていうかな子供っていうか孫っていうかそういう感じでまあその高橋教授っていうのが現れて、まあ、いわゆるそのいわゆる現実のリアリティの重さっていうものをまあ写真でコントロールして表現するだからえっと黄色っぽかったりい,いろいろ浅かったり履かなかったりいろいろするんですけどそういうような。 いわゆる現実の重さっていうものをその写真を通じて変換するみたいなことっていうのをすごい覚えたんですね。で、まあ、ちょうど90年代の頭は、例えば本間隆くんであるとか大森克美くんとか、いろんなタイプの写真家がバーっと出てきて、いわゆるま今までのコマーシャルの人たちとは違う、何か写真の根源に触れるようなセンスの人たちっていうのがたくさん出てきたんですね。それがすごい大きかった。 で僕はそこから入ってきて写真のことについて勉強したり写真について論じたりインタビューしたりするようになってそれでまあ、えー、それでまあその2000年代の頭になってコンテンポラリアートの分野っていうかなまあまあまあなんていうか大学で教えるようにいろいろなったりしたっていうことも大きいんですけど、えー、展覧会のキュレーションをするっていうことになった時にやっぱり写真をやりたいなというふうに思ったんですねだから、えー、いわゆる現代美術の中でその なんていうか写真があーそれはどう違うのかどういうふうな特性があるのかっていうところから入ってるから今までのいわゆる写真誌真実が写るとか決定的な瞬間みたいなものに支えられたいわゆる写真誌とは全然違っていて いわゆる現代美術の中において写真っていうものの写真アートっていうもののユニークさ面白さっていうことを考えるっていうところからも入ってきた。だから一番最初にグッと来た人たちっていうのはロバート・メイプルソープだったりした。これ80年代の終わりですけど、その後90年代に入ってからっていうのはやっぱりなんとウォルフガング・ティルマンスの 影響っってていいいうかなななそののわゆる同時代性みたたものを非常に考えながらやってきただから例えば彼がうんとスナップみたいなものをやっていて抽象写真みたいなものをやったり最近だと何て言うかデジタルの方へ移行したりしてきたことってなすごい同時代的に肌身でよく感じれるっていう風なところがあってでまあそういうような人たちのまあ類縁っていうかな 近いところの人たちでどういう人たちがいるのかなというのをまあ考え出したっていうのが、まあ、2000年代の頭90年代の終わりから2000年代の頭って言っていいと思うんですね。だからうんとティリマンスがあータナーナショをちょっと取ったのが2000年ですからそういう感じです。それで背景としてまあいわゆる同時代的には ベヒャーとか、ああいう連中、杉本博士もそうだけど、そういう連中が、90年代の終わりから2000年代の頭に、コンテンポラリーアートシーンの中でも非常に高く評価されて、値段も高くなるみたいなことがあって、なってきたわけですよ。それで、まあ僕は僕なりに考えて、いわゆるあれだ、ティルマンズ以降の写真家っていうか、まあ同時代で友達って言ってもいいし、そういうシンパシーを非常に感じるような、 タイプのの写真家たちっていいうのはどこにいるんだろううっていいううことをすすごい考えたんですよね90年代にも同じようなことをして本間君たちと出会ったんですけどその頃はまだその自分でギャラリーをやったりとか、えー、自分でその写真について深く書いたりするっていう風うな感じっていうのはあんまりなかったまあいわゆるそのなんて事件としてはいナンゴールディンとかやっぱ荒木さんとかにまあ出会って一緒に仕事したっていうのは90年代のすごいその大きな経験だったんだけど。 え本格的にやっぱりのめり込むようになったの2000年代からって言ってもそれ良かったと思うんですよ。それで最初にまあ今日その東京フロントラインの話しようと思ってるんですけど、まあ、なんでそんなのやってんのっていうこともあるかもしれないけど、えっと、一番最初にちょっと重要な話っていうのをしておきたいなと思うんですね。で写真についてのいわゆる語り方っていうことなんですよね。それでいいわゆる写写真史や写真や学ってううような まあいわゆる写真をそのアカデミックに料理するっていう動きっていうのは当然当然やっぱあってしかるべきなんですよ。いわゆるあ、まあ、なんていうか写真の理論っていうふうに言ってもいいかもしれないしそういうなんていうか写真誌や写真家がいろいろやっている方法それから生まれ,生まれてきた写真について分析してアカデミックに語るっていう語り口っていうのは当然成立するわけですよ。ね それは僕も、あの、否定しない、全然否定しないし、必要なことだっていうふうに思ってるんだけど、それは、まあ、なんていうか、僕の、その、仕事じゃないって思ってるところも少しあるわけですよ。それを理論化したりするっていうことに関して。えー、理論をいわゆる軽んじるわけではないんだけど、というのはどういうことかというと、 まあ、例えば、まあ、なんて僕の世代からすればあ音楽っていうと、えっとうん、いわゆるクラシックっていうのも存在してるけれども、うんまあ、ロックなわけですよ基本的に。それとか、まあ、僕は YMO っていうものの存在と並走してきてい,いろいろ仕事してきた人間だと思うんですけどやっぱりテクノっていうか考え方っていうのは非常にまあ うんんとと身に染みているるころがあるんですねだから何て言うかないわゆるアカデミックな上でそのいろんなことを作るっていう風な方法論っていうよりも、まあ、ストリートだったりとかつまりこういわゆるそのポップカルチャー的にいろいろ考えたりとかそれからいわゆるテクノロジーっていうものを優先しながらいろんなことを考えていくっていうような考え方っていうのに親しんでるところがあるんですね。だから 例えばあコン、うん、コンテンポラリアートとしての写真っていうのは GP ギャラリーをまあやってた時からスローガンなんだけど、じゃあ、えっと、例えばその現代、現代美術の、えー、理論的な、えー、ものを裏付けして説明して、えー、理論的に素晴らしいように言えるから、えー、なんていう、いわゆるアートワールドに参加させてください、認めてください、公認してくださいみたいな気持ちっていうのは、 なんか違和感があるわけでで、すよねで。そうじゃなくてやっぱりえっ、ー、といわゆる現代美術っていうものがいわゆる制度化してるんだったらその制度をまあ、打ち破るようなやっぱりまあ何て言うかまあ何て言うか異物としてやっぱり写真がまあ、そこに侵犯してくるっていうか介入してくるっていう方が なんか写真っぽいって感じがすごいしてるんですね。だから、なんてロックを語るように写真を語るっていうのは行き過ぎな感じもするけれども、いわゆるアカデミックに、まあ、なんていうか、ただ、こう、なんていうか、写真をその語ればかっこいいとか、えー、その、いわゆる価値付けとか、その、うん、いわゆる意味付けできるかって言ったら、 なんかそんなことはできないような代物っていう風に考えた方がいいんじゃないかなっていうふうなことをすごい思ってるわけですね。だからいわゆるまあなんていう写真は生物だからとかっていうよりもやっぱ写真はあのやっぱテクノロジーアートなんでそのまあもうちょっと言うとメディアアートって言っていいかもしれないからだからなんか絵画になんか似てるから。 えー、まあな、まあ、なんかビジュアル的な論法でいろいろアカデミックに分析することは可能だと思うかもしれないけど本質的にはやっぱり似て非なるものだっていうふうなことっていうのはすごい重要なんじゃないかなみたいな感じはすごいしてますだから,だから、まあえー、僕がまあだからその JB、まあ、ギャラリーというのをやって、まあ、時代の中でいろんなし新しい写真家がまあ生まれてきたわけですよ。ででそれのの背景にあるのは なんかデジタル、うん、とトランスフォーメーションっていうかまあ社会そのものがいわゆるまあなんてデジタルに移行し,した時にもともと銀円っていうまあ銀円システムっていうもので出来上がっていた写真っていうものが先頭代りしちゃって違うものとして生まれ変わるっていうふうにいろいろなっていうのがやっぱ,やっぱりデジタルとでまあそういう状況をいわゆる写真の拡張っていうふうに言う人もいるし その表現は、まあ、定まって、その言い方はやっぱ定まってはいないんだけど、で、まあ、だから今までの写真のルールと、その2000年代に入ってからの写真のルールっていうのは変わってるっていうことなんだよね。その変わってるっていうのを、 変わってるっていうふうに、聞き、認める人と、認めない人っていうのは相変わらずいて、で、話がややこしいまま、まあ、それで進んでいるっていうふうに思ってるわけです、僕としては。だから、僕はもう完全にルールは変わってるし、別物っていうふうに考えながらやっていかないと、えー、つまんないんじゃないのっていうようなことを思っております。だから、一番最初に、まあ、えっ、ー、と、言っておきたいのは、いわゆるその、なんていう写真の語り方っていうことについて、まあ、まあ、僕は、それを、 最初に何とか言っておきたいタイプなんですよ、ねま、ずそれでまあ GP ギャラリーっていうのは初めていろいろやってるけどもいわゆるまあえっといわゆる、まあ、現代美術としてのその写真要素を認めさせるっていう方向ももちろん、うん、意味合いとしてはすごくあるけれども何、えー、て言うかなあいわゆるまだあいわゆる生まれたてで なんか価値が定まってないものを生成していることの意味っていうのは何なのかっていうことを考えるっていうことの方がはるかに重要だと思うんですよ。つまりこう一人の作家が認められていて美術館でグループ賞やってソロ賞やってそれで高い値段で海外でアートフェアに招待されるとか出展するとかっていうふうなそういうストーリーはサブ的なものであって。えー 現実というものに対してそのいかに、えっとなまあ、なんて異物であるようなことっていうのをやり続けられるかっていうことがそのまあ何ていうか現代写真の使命なんじゃないかというふうなことはすごい思っているっていうことを一番最初に話しておきたいと思うんですね。それでで今日は、 えで東京フロントラインフ,あフロントラインフォトアワードの,あの話をしようと思うすそれで、まあえー、と先週の,その日曜日スクワットっていう表参道にあるまあまあ不法占拠じゃないんだけど今までのハイブランドのお店が、まあ、あ撤退しちゃったんで空いてるスペースをそのなんてテールブックスの浜中君っていう、まあまあ、その生かしたやつが大ケーミルズっていう建築事務所と一緒に組んで。 本屋にしていいるわわけけででまあかっこいいわけですよねだからまあ期間限定だから瞬間的に、えー、メガシティの中に現れたなんていうアブクのような空,空間って言ってもいいと思うんだけどそういうところでまあ審査をやらせてもらってフロントラインフォトアワードを選ぶっていうのは非常にまあこのなんていうコロナのそのご時世に象徴的かなと思って、えー、まあ普通3密だし今なんかもう えー、その新コロナの感染者っていうのはもう300人ぐらいにそれ到達しようとしてるわけだからさ不謹慎かもしれないし、えー、やめた方がいいよ危険だしっていうことあるからまあだから一応もう3密で3密を避けるためにそのまあ椅子を離しながらやってみんなマスクしてそれで用心深くやるっていうような形でやったんだけどでもそれそういうようなあ、まあ、危険を冒してもって言い方変だけれども。 こういうような状態でもこういう状態だからこそその何て言うかなある種の異物としての現代写真っていうものが問われるっていうふうなことをすごい思ってるからあーまあ,あーまあそのスクワットっていう象徴的ないわゆる場所でやらせてもらえたっていうことは非常にまあ,あすごくありがたかった。それででまあこれ えー、東京フロ,ントフロントラインフォトアワードのあれ,あれ,あれパンフレットなんだけど、まあ、始めたのはあれ,あれです2011年です。で2011年っていうのは33311、えー、のいわゆる東日本大震災の、まあうん、なんていう年なんですけどフロントラインっていうアートフェアを3331って。えー やったんで311と3331でややこしいけどねえっ、ー、と、えー、あれだ簡単にできた3331っていうような場所に、えー、GP ギャラリーのサテライトみたいなスペースをまあ作って、まあ、そこで、えー、いろんな活動もしてたっていうことあるんだけどそこを使ってえっ、ー、と3331を使ってそれでアートフェアやった無謀にもね <laughs> 現代美術の体育館まで使ってやってるんだけどでその時にフロントラインっていうのがあるからフロントラインフォトアワードっていうのを開始したで1回目の審査員なんかは森美術館の南條さんとか篠山紀信さんなんかも審査員に。 やっっててもらってその時篠山さんなんかさ「現代美術と,のとしてのお前あれで写真っていうのは一体何なんだよ説明しろ」って言って審査会の時に僕に言われたりしたっていうような,かなそういうようなエピソードが、まあ、面白かったわけそういうふうな形でそれで,で1回目に登場したの、えー、とアワードであれ,あれ、うん、うんと受賞した、まあ、ちょうど本間くんもその時の,あの審査にやってもらったんですけど、えー、細倉真由美さん えと田中和人さん,、えー、うん赤石高明君それから、えー、と湯浅君4名になって1人にしようなって言ったら本間君が4人にしてもいいじゃないかって話になってその時はなんと4人になっちゃった。でまあそういう形で継続していてそれで川島隆君だったりとかまあいろんなまあ、まあ、最近だったらあれ小林健太君なんかが選ばれて。 まあそのあ、まあ、ハードコアでオルタナティブなアワードみたいな感じなんだけどそういうものを、えー、自前でやろうとで普通は、まあ、例えば、まあ、企業がお金を出してやるような現代写真のアワードっていうのはすごいあるんだけれども自分たちで,でハードコアなまあ審査員ですよもう口の、うん、悪い目の肥えた、うんとえー、評論家たちっていうのをもう勢ぞろいさせて。 でまあ、いろんな方面からつまり、あ、今までの,そのいわゆる写真誌とかそういうものからで判断するとかっていうんじゃなくて、まあ、そのいわゆる社会全体の中で写真がどういうふうに置かれているかっていうことを考えながらその応募の作品が面白いか面白くないかっていうことをやると。で、まあ、あ,れあれ1人15分,と15分とか20分ぐらいプレゼンテーションしてもらって質問があってそれで。 えー、そういう審査員が議論して決めるっていうような形で、まあ、今までやってきたわけですね簡単に言うと。でまあそういう形でやってきたと。で,でその時の基準は何かっていうふうなことがすごい僕は問題だと思う最初。それで,で、まあ、僕なりに考えているのは、うん、と例えばこれね、えーまあ、これはヴィ、うん、レム・フルスターっていう人の「その写真の哲学のために」っていう本なん だいまあ、まあ、僕ぐらい70年代ぐらいからいろいろやってる人って写真論っていうとスーザン・ソンタクとかベンヤミンとかっていうのは基本的にあってそれでいろんな、まあ、写真についてそういう哲学的なことを考えるっていうことだったんだけど、まあ、古さはもう90年代には、まあ、死んじゃう人なんだけど非常に、まあ、予言的なことをいろいろやった人でこの人は面白いんだよねだからいわゆるそのパソコンが本格化しない前に死んだのに。 例えば今の Facebook とか Google ググみたいな、いわゆる SNS が管理する社会において、人間存在とか、もうちょっと言うとそのクリエイターの役割っていうのは一体何なんだみたいなことっていうのを非常に先駆的に考えた人だと僕は思っていて、非常にありがたいと思う。で、まあ、あいろいろ書いてあるわけよ。こうね、例えば、 うんとチェスプレイヤーが駒、えー、で遊ぶのと同じように写真家は装置で遊ぶのです。写真装置は道具ではなく玩具なのです。写真家は労働者ではなくてプレイヤーです。つまり、うん、ホモファーベルではなくて、うん、ホモフ、えー、ルーデンス。まあ、なん,、まあ、なんていうか、まあ、なんていうか遊んでる人ね。働く人じゃなくて遊んでる人なのですって言ってるわけ。だから、えっと、まあ、すごく面白い本で、 現代写真とか現代アートメディアアートやる人っていうのは必ず読んだ方がいい本っていうのは古、まあ、ーの本だと思うんだけどそのだからまあ古ーが言ってることっていうのはつまりさ、うん、社会そのものがテクノロジーによって自動プログラムされてしまうとだから人間はそれをなんていう選択することの自由しかそれは与えられていない全く現状だよねガーファがまあもうえっとあれた2010年に 携帯っていうものの中で、えー、SNS がまあ,あ何億人の人が使うようになったっていう風なそういう時代じゃない。だからそういう時代全てのプログラムっていうかいわゆるリアルバーチャル含めてその 影響が sns によって規定されるそのプログラム自動プログラムを選択するっていうふうに迫られながら生きていくっていうふうな世の中になるんだぜっていうことを古澤、まあ、は予言的に言ったと思うこ本当によく書けてんだけどそうするとそういうような世の中に対してその自由であることが,がっていうことができる存在というのは写真家だっていうふうに古澤は言ってるわけだ これはまあ、なんて言うかな、写真家をまあ、な,な,なんてか、高くすごく持ち上げてくれてるからありがたい本なんだけど、そのプレイヤーとして自由にその、いわゆる泳ぐ存在としての写真家っていうふうに言ってるわけ。で そう考えたらさ今までにまあ例えば「そのライフとか「タイムみたいに戦争があるから報道真実をその何か伝えるためにさえっと報復前進して真実を撮影してくるっていうことが写真でそれを芸術にするっていうようなプロセスっていうのがいろいろ今まで写真集あったんだけど全然違うじゃん。つまりさ社会の中ににおけるその規定されたいわゆるその何てプログラムに対して なんていうか自由に振る舞うプレイヤーとして振る舞うって振る舞える存在っていうのがあ写真家なんだって言ってるわけよ。だからそれはいわゆる今まで何て言うかなあー絵画の親戚みたいなことをやってたビジュアルアーティストとしての写真っていう風な位置づけともう全然違うじゃんそれは。だからこの いわゆるだからそのアマゾンであるとかえっ、ー、とグーグルだとかさフェイスブックとかアマゾンみたいなアップルみたいなものが支配的な世の中で自由にいろんなことをしていい人間っていうのが写真家でありそれは労働者じゃなくてそのなんて遊んでる人間なんだって言ってるわけよね。これも面白い点労働者じゃなくて、えー、うんそれは遊んでる人間なんだっていうことだよね。ということは。 えっと、当然ながら、まあ、GP ギャラリーを、まあ、し始めた時もなんとなくそういうやつっていうのはほんまに出てくるのかなとか思ってるわけじゃないでもで、まあ、例えばうん、まあ、なんと小山大輔っていうものとか細倉真弓とか、まあ、そういう連中が初期出てきてで中盤ぐらい11年にちょうどだから、まあ、GP 始めたのは8年だけど。 11年っていうその震災の年にその時出会ったのがまあ横田大輔だったわけですだからまあいわゆる2010年代、えー、ガーファの時代が,が支配的にちょうどちょう,ちょうどなった時に出てきた人たちがシガリエコだったりとかあああれ、うん、横田大輔だったってことはすごい象徴的で、まあ、そういう書き方する人はあんまりいないんだけどそれは僕はやっぱセットでガーッと生まれてきた。 あ感じだと思う。だから、うん、うそういう背景そういう何て言うかないわゆるそのプログラムとテクノロジーの背景を考えないで写真論をやるっていうことはあ片手落ちだよね。 えと僕はででで,でなおかつアーティストたちはアカデミックな論理にそれ基づいて作品を作ってるわけじゃなくて直感的に先回りしてみんな作ってるからつまりんて言うか事後的に写真を作るんじゃなくて先作っちゃうっていうことなんだよねや,やっぱり事前的に作っちゃってその後考えるっていう風なスタイルの方がいいわけだよね。でまままそそれをいわゆるそのな、ま、な,、まな,まな まあなんていうかロジカルっていうよりもシンクロニックって言った方がいいと思うんだよ。だからこうシンクロだよね、えー。世の中が動いてるものになんか同期してそれで反応して作っちゃうみたいな,なそういうものがいいだろうと。だからこのあれで東京フロントラインっていうものの写真の選び方っていうか選定の仕方っていうのを審査員で議論したことはないんだけど。 まあえー、例えばんとんと千葉雅也さんっていうのが審査員で入ってもらってるこの人は現代思想の人からうんと佐々木淳さん、えー、今回スケジュールが,が残念ながら合わなくて、あのー、審査日を変更しちゃったもんだからさ、あのー、最初は東京都現代美術館でて、あのー、審査会をやるはずだったんだけど。 トゲンビが、まあ、なんとかコロナの件があってそういう人が集まるようなものを遠慮してくれみたいな話をまあズバリとは言わないけどそういう感じだったんでじゃあいいですよと。でスクワットっていう表参道の不思議な場所でやる方がいいなと思って。 1>, えー、1ヶ月前にスケジュール変えたもんだからそれで佐々木さんはちょっと出席できなかったので残念だったんだけどまあうーん,なんコロナについての写真の変容っていうのをどういうふうに考えるかっていうのを、まあ、聞いてみたかったなというようなことはすごく思ったりしてるわけですね。それでだからこのいわゆるフルスターが考えてるような考え方。 このだからその、そすべてがプログラム化されているような中で、えー、じまあ、そういうようなものをまあ破りながら自由にいろいろ振る舞う人間っていうものを探し出すっていうのがアワードの使命っていうことになってるっていうふうに僕は思ってるんだよね。ここがすごい重要です、すそれででまあ、そういう動きはえっ、ー、と論理化はされてないけどいろいろ進んでるわけでこれは例えば これシャーロット・コットンのが編集してだったあのやった、これは写真は魔術っていうのこれは GP でプロデュースして翻訳本っていうのを作って出したけど、この中に入っているような連中もそういうような みんなまあでもその、えー、まあ,あれ80組ぐらい入ってるんだけど80組ぐらいを共通するようなものをあなの理論化するっていうことはシャーロットもほぼ放棄しちゃってるわけ。もししてもしょうがないよねみたいなことだと思う。だからすごく集められてだからこれもいわゆるアートフォトグラフィーの、えー、未来系っていうふうになってるんだけどそのえっ、ー、となんか統一理論みたいなものがあるわけではないわけですよ簡単に言うと。 えーまあ、そういうような、まあ、動きできていてそれで,で、まあえー、これはあれで言ったら GP で作ったやつだけど、えーうんうん、と横田大輔に、えーまあ、あれでた GP の,のアーティスト、えー、例えば小山大輔とかや川島君とか橋く君とか小馬研とかそういう連中が、まあ、みんな対談してそれでアートのことについて語るっていうふうな形をとってるつまりどういうことかというと。 うんとえー、一人ずつの作家論みたいなものはいろいろ集めてるわけじゃなくてそうやってまあ何というか多様な交わりの中から新しい何か表現とかヒントみたいなものが得られる方がプラスだろうっていうふうな姿勢っていうことがいろいろあるとそれでまああれで勉強的なことっていうので、えー、とそれで知りたければこのあれああれは現代写真やあった。 言論ととととかあれれで読んでくれたらいいいなな思うしというしこのねそれでで今日のお題、えー、とこの東京フロントラインフォトアワードの今回のグランプリ準グランプリの人をその巡った話っていうのを今からちょっとしたいなというようなことをちょっと思ってるんですね。はいそれで今年はまあそういう状況で選んだんだけど最初はさ うんとあれコロナだしさえっとアワードの応募をし始めた時にコロナが本格化しちゃってるからさ応募者が来るのかとそれからうんこういう状況を反映した作品っていうものがあつまりさコロナのなんていうか前に作ってるものとコロナの真ん中以降に作ってるものっていうのはやっぱ変わってくるじゃん当然編集も変わるし。だから、はい つまりどういうことかっていうとさとコロナの前っていうのは今年オリンピックだからさみんなも持ってスピード上げてそれでえっ、ー、と まあまあ、サプライチェーンじゃないけれどもさいわゆるグローバリゼーションをの速度を反映したような作品っていうものが生まれてくるっていうような感じまあ GP はあんまりそういう作品を褒めたりはしなくて、まあ、逆にそういう,うグローバル資本主義のいわゆるその何て速度に何かカウンター的に働く破壊的に働くような作家、まあ、例えば横田であるとか。 まああれだ、うん、失踪した山田君みたいなものとかそういう人たちをまあ,あ積極的に評価するっていうふうな動きをしてたんだけど、うん、でまあ面白いやつが生まれてくるかなんて全然不安なわけ本当は全然わかんないしで一次選考で11人選んででも。 うんと今年いけてる年じゃんなんか新しい見えてるよとか何とかんとかって正直分かんないんだよね全然分かんないんだけど勘だけでこういう多様性の中で直接プレゼンテーションして,してもらって初めて説明してもらって俺らがわかるかもしんないなというなそういうような何か期待値としての作品だけを選んで11人選んだんですよ。で で、プレゼンテーションやってもらう、スクワットで、えっ、ー、と、12時から6時ぐらいまでやったんだけど、審査員来て、えっ、ー、と、本間くんはコロナが増えたからっていうんで、ズームでしてくれたけど、そういう形でまあやって、選ばせてもらったの。で、それで今からまあ紹介する3人は、ほぼ、えっ、ー、とあ、1人3票ずつやるわけ、審査。 でつまりどういうことかってグランプリ準グランプリ個人賞ってなるから1人3票持ってて、えっと、い,わいわゆる3票入れるわけ。でそれやってで羽地君っていうグランプリの人とそれから準グランプリ2人いて、うん、1人伊藤君1人は松井君っていう人で,でこの3名はほぼ同票なんですよみんな。でその中で議論してそれで羽地君がグランプリになる なったでハネジ君はまあ19歳で、えー、沖縄出身で、まあ、写真の専門学校で今まだ勉強してる人なんですけどその人がまあでも3人の中でグランプリにふさわしいだろうっていうふうなことになって与えられたっていうことなんですね。でじゃあちょっと今から、えー、ハネジ君の作品を、えー、これはねそのまんまじゃなくて僕が。 えー、ちょっとトリミングしたりとか順番とかは全然関係ないんですよだから編集されてる写真じゃないけど雰囲気だけ知ってもらいたいんで今からスライドで少し流しますあのちょっとアシスタントやってもらうんでえっ、ー、とアシスタントの顔が映ったりするかもしんないですけど気にしないでねはいじゃあえっ、ー、と,、えー、とまず羽地君のちょっと作品をちょっと出しますねはい もう大丈夫かな流れてるはい。はい。えー、まあこれ、プレゼンテーションされてきたものは、イメージの勘を受っていうタイトルがそれでついてるものでした。<laughs> えー、羽根木雄太郎くんです。イメージの勘を受です。えー、で、まあ、うんと、まあ僕が、まあ、あ大丈夫ですか <laughs> ちょっと待ってね。えー オッケーですオッケーですででねはいでで羽地君の作品を全て代弁できるかどうかっていうことも何ていうかまだ出会い頭な瞬間だから全てあそれで語れるわけではないんだけど、えー、まあ彼はまあその何て言うかな、うん、写真っていうものを光沢紙のプリントの上に、えー、ビニールテープやガムテープを貼りながらそれをまたスキャンして。 その上にまた貼ってまたスキャンしてその上にまた貼ってみたいなことをまあやってるわけね。それであ一つねあの,ー、あの今の現代写真家っていうかなその古さ的な意味合いからするホモ・ルーデンスとしての写真家っていうのの、うん、特徴っていうのは僕は面白いのはやっぱりなん,なんまあなんと、まあ、かインスタにどういう写真を上げてるかっていうのは僕はすごい面白いなと思ってるだからいわゆるそのインスタに。 ちょっと前の写真家の人っていうのはあんまりインスタやってないしインスタ面白くないん写真がだけどえっとほぼそのいわゆる日常的に撮られているインスタの写真と自分が作品だと言っているいわゆる作品のエレメントって構成されているエレメントっていうのは同じだったりするんだよね。でそれはすごい重要でさだから今回の3人って。 のつまりフロントライン、えっと、GP を始めたのはあれ2011年で3・11だったわけじゃんそれで今回のアワードっていうのは象徴的にやっぱり2020年で東京オリンピックがなくてでおまけにコロナで,でその年にフロントラインやらせてもらってスクワットで3人出てきてっていうのは結果的にはすっごい良かった。でその中でやっぱ羽地君っていうのは すごい若いんだけどやみくもにやってるところもすごいあるんだけどその一つはやっぱりレイヤーっていうものについてどういうふうに考えたらだからレイヤーっていうのは不思議な感覚だよねレイヤーっていうのはまあそうっていうことだけどだからうんと何て言うかな一つのビジュアルっていうもの絵画でもいいんだけど。 まあなんかまあ、いわゆる重ねねて描くよ、ね、一つのイメージの上に違うレイヤーが載っててっていうことになってまあ普通はそれはいわゆる重ね書きっていうニュアンスかもしんないけどそれは一つの現実に対してなんまあ何て言うかな違う次元ままあ何と、まあまあ、かメタな次元って言ってもいいけど違う次元がいわゆる重なって現実っていうのは存在しているっていう風な。 いいわゆる感覚を表すっていうことがまあレイヤーっていうこととが出ててきたと思ううレイヤーっていうのは一つの作品を生み出すただのその技法的な方法の話じゃなくて現実っていうのが非常に複層化されているっていうことをそのある,あるもどかしさっていうものを平面の中でどうやって表現するかっていうようなことで考えられてきているところって衝動っていうふうに考えてもいいと思うんだけどそれで,でまあだからあ、まあ、羽地君はだからまあ えっと東京でリアルに撮影した写真もあるしそれからなんてネットの中で拾ってきた風景とかいわゆる建物のうも,もそいわゆる素材にしてまあこれも昔だったらなんかファウンドフォトみたいな言い方したかもしれない今はもうそうじゃなくてさその なんていうかネットのとか SNS とかインスタに上がってきている写真っていうものと現実で撮影している写真っていうものの区別っていうのはないわけだよね。ただでもそれがなんていうか自分にとってどういうふうなレイヤーでそれが再構成されていくかっていうことをまあその写真としてやってみせるみたいなことっていうのが一つの,そのプレイヤーのしたいことになってると思うんだよね。だから君は,はまあそういういいことに気づいて えー、まあ、その時にこのまあ、ガムテープっていうものに注目してやってるところっていうのは僕は実はすごくくグッととるそれは、えー、とそれハネジ君と話してはいないんだけど僕は僕で東京リサーチこの,この時期の東京っていうものを撮影するのはどうすればいいかなと思ってつまり。 結局まああれでは僕も別にこう批評家っていうふうないわゆる形で動いてるわけでは全然ないしアーティストでもなくて編集者なんだけど、えー、いわゆるその2020年の東京っていうものを何か代表するような表彰は何かなっていうようなことをすごい思っていて、えー、自分で、えー、と携帯で撮影してる写真っていうのがそれはあるんだけどそれは何かというと。 うんと地下鉄の仮囲いのガムテープなんだよね白いガムテープでこれは特に、えー、と素晴らしいガムテープがあるのは、えー、銀座線の外苑前駅とか、えー、あと銀座もこの間まですごい仮囲いだらけでつまりオリンピックがあるから突貫工事で やってるわけ仮囲い,をそのいわゆる仮囲いっていうものもいわゆる本当に何て言うかなあ大昔だったら、えー、そのなんかねじ釘で打って、えー、固定して囲いですし,しっかりしてますみたいなことをやったかもしれないけど今はそんな風になってなくて白いガムテープで間をみんな貼っちゃってまあなんか文房具みたいなそういうようなあ手合いで、えー、その仮説を作ってるから。 えとつまり、ね、それ何が言いたいかっていうとオリンピックのこの東京におけるそのいわゆるコーチのテクスチャーっていうのはガムテープなんだよね僕にとってはねだからで,で普通にいわゆるコモディティとしてさコンビニも売ってるしどこでも手に入るっていうおまけに安いしっていうようなものなんだけどそういうものをビニールテープもそうだけどそういうものを多用してやっているっていうことはいわゆるまあある意味ではすごくインスタントだし。 そのいわゆるその当たり前の日用品っていうものを使いながら、えっと、でそういうようなテクスチャーをその写真で得られる写真装置で得られるビジュアルにまあぶつけてくるっていうでそれぶつけるっていうのはある異質感も作るということでもあるけれどもそれが全て等価であるっていうふうなことを示すっていうふうなあそういうような働きもしていてまあだからしてることはすごくあ,、まあ、ある種プリミティブなんだけども非常にまあだから。 うんとつまり東京っていうものをまあリサーチっていうかなそれをまあ、えー、ある種食地っていうか触りながらいろんなものを知ってその触ってるっていうことと撮影するっていうことも全て統価であってそれでまあ反復しているあれだ今のその何ていうか写真の中にあるんだけどこうつまり建築中の白い仮囲いねスチールの仮囲いのところに えとビニールテープっていうかその青いビニールテープを貼って不思議なギザギザの、えー、形みたいなものを貼ってそれでとりあえず貼っといて剥がされるかどうか確認しといて剥が,剥がされたらまた貼りに行ってで剥がされたらまた貼りに行って剥がされたらそれまた貼りに行くっていうことを羽地君は何度も何度もやってそこ行って撮影するっていうことをやってるわけだよね、まあ、これだよね。 でまあそれ一体何だろうっていう話なんだけどでまあこういうものはある意味ではやっぱグラフィティといわゆる同じようにストリートのリアル空間の中からいろんな形であるとか映像っていうものを生み出すっていう基本的な姿勢っていうものが、まあ、そこでできているっていうところは僕は面白いとおまけににそこにやっぱりパフォーマティブないう。ものが、えー やっぱ入り込んでいるで貼ったりで自分は貼るんだけどなんだよっつってそこの工事現場のおっさんがよく分かんないもん貼ってあるなって剥がすわけじゃん。でそれはやっぱり何て言うかそこで働いている人っていうかそれとやっぱりコラボレーションって言ったらオーバーかもしれないけどやっぱり共同作業みたいなものがいろいろ発生してるっていうところが僕は面白いと思うだからそれはどういうことかっていうと写真を作るっていうものを自分の主体的な表現じゃなくて いわゆるその街の中のコラボレーションとして成立させているっていうことがもうすごいぐっとくるところるでそれはえっ、ー、とこれは、うんえー、この本なこの本は、えー、あれあれピクチャーインダストリーっていう本,あの本ででまあそのウォーリー・ド・ベスティっていう、まあ、写真家で批評家の人がまあやったもんでつまり ピクチャーインダストリーってどういうことかっていうと写真っていうのはいわゆる純粋無垢な芸術形式として生み出されてるんじゃなくて社会の中でいろんな形でいわゆるその、まあ、なんてインダストリーとして発生し,し,しているものなんだっていうふうに言ってるわけよこれすごい健康的な考え方だと思うあの簡単に言うとさいわゆるチラシにだって写真入ってるしそれから、えっと、ストリートボードにも入ってるしえっと でそういうものを全部社会の中に存在してるものが写真なわけじゃん。おまけにでウォーリッド・ベスティー有名な作品があってその飛行場の,の X-ray を通すところがあって、まあ、まあいわゆる X-ray とい,ういわゆる放射能が当たるわけだからいわ,ゆるいわゆるフィルムは観光してしまうわけじゃん。ということはそれを使ってフィルムを観光させるっていうことをいわゆるベスティーはやってつまり社会的な仕組みっていうものだからその仕組みを写真装置として使って 自分のイメ、ね、ベスティはだから、うん、まあ同じようにつまりこう何、まあ、て言、まあ、うかまあ何て言うか都市にいわゆる関わるっていうことはなまあ何て都市の仕組みを使って自分のイメージをこうやっぱ作り出すっていうことに、うん、これやっぱり意識的かどうかっていうことっていうのはすごいあると思うんだよ。だからまあ例えば森山さんはノーファインダーでそれでうろうろ動きながら。 それで自分をセンサーにして撮影するっていうやり方をしているよねこれは、えー、基本形だと思う正しいと思うそれでそこからもうちょっといわゆるなんて言う現実にもうちょっとそのアクションしてアクションのインタラクティブな中から自分の欲しい映像を生み出すっていうのがそれがヒントだと思うんでねやっぱ次の世代のだから これも単純でなんか壁にそのビニールテープをなん張り逃げしてるのをティ君がやってるんだけどそれはある意味では何て言うかなとっぽいやっぱ小僧がいたずらみたいにしてやってるからそう森山さんみたいに何て言うかなスナップの名手みたいな話とは全然違うかもしれないんだけどある意味では何ていうか都市の中でふざけてるプレイ遊びなんだよね。 だからそのいわゆるその自分がその遊んでる痕跡みたいなものを収集して作品化するっていうふうなやり方っていうのはある意味ではなんかバカみたいなものでさくだらないよって言って言うこともできるんだけどでも何、えっと、て言うかそこにヒ,、えっと、ヒントがあると思う。だから、えー、他にも例えば自分が あ普段なん、まあ、例えばその見ている Google で、ね、これなんか Google とかヤフ、ah、ーそのサイトをその動かしながらあーそれで撮影するみたいなことをやったりとかいろんなことやってるんだけどだからそれはいわゆる何て言うか都市っていうものとそのオンラインの世界いわゆるそのバーチャルビューの世界っていうのはもう全て同等でそれに対してプレイしてそこをうろうろして得られるようなものをうーん捕まえたり加工したり することでえー、自分がその自てがうか写真家としてその、うん、なんていうかなサバイブしていくみたいなことを羽地君はまあ,あの見事にしてるんじゃないかなみたいな感じがするんですね。はい、で次にいたね、えー、準グランプリの人の、えー、2人目の人で、えー、伊藤君を、えー、で見せます、うん、伊藤を、えーうん、早手く君っていうんだけどさでこれちょっとさ えー、スライドの仕組み上順番通りちょっと、えー、出ないんで、えーあのー、途中から出てるんだけど伊藤君はまあ東京工芸大っていうところで、えーまあ、写真勉強して、えー、今年の春卒業した人なんだけどまだ23歳なんだよね。それで,で、えー、ちょうど今出てるけどこれが、えーうん「サイレントイヤーズってあ、えー、と最初に断っとくとえっ、ー、と。 えー、伊藤君の写真を僕が適当にトリミングしてたりしてるっていうことも、えー、部分的にあるんで、えーとまあ、あと順番とかも違うから、えー、伊藤君と、えー、オーディエンスの皆さんご容赦くださいちょっとだけね。それで、えー、と先に言っとくとこの3人は、えー、僕が今プロジェクト今年やってるあ,あれだネオ東京寺院っていう、まあ、ゼロックスと組んだ寺院を。 フジゼルックスの最高級出力機で作るっていうやつを今やっていて3人とも寺院を作りますからその時にはちゃんと編集した形で、えっと、いわゆるその議論のそのあれの元にどういうふうなあいわゆる形でやるかということで示しますんです今日はまあこんな感じだっていうことを知ってもらいたいんで。 えーまあ、写真をちょっととと上げているているうことがまあ重要なんですそれで、えー、さっき挙げた、えーと「サイレント・イヤーズ」っていう、まあえー、本みたいなものが出てるね。よ。でまあ羽根路くと同じように果たして僕が伊藤君の写真を全て理解してこうやって代弁し,しゃべれているかどうかっていうことっていうのは疑問なところもあるんだけど。 えっと、僕は伊藤君の写真はとても面白いと思ってるから、まあ、僕が伊藤君の写真について面白いと思ってるところについて喋るっていうふうに、えー、皆さんは理解してもらって聞いてほしいんだけどそれで,で、ね、伊藤君は伊藤君の面白いところっていうのは写真の学校行ってんだけどうんと本人がやってることっていうのは「サイレントイヤーズっていう、まあ、暗号の本があると。ねまあ、いわゆるあれだ謎解きだよね。 謎解きの本を,にを、まあ、その補助線として考えたわけよ彼はそれで自分の自助伝っていうものを写真で作ったとするじゃないでそれがまあ箱みたいな形存在なんだっていうふうには、まあ、本には言ってんだけどで、まあ、だからその箱を開けるのにも暗号が必要かもしれないし 文章何かあるいは解読しなければいけないかもしれないしヒントはどこにあるんだっていうことだよね。でそのヒントは世界の中にあるんだよね。その世界というのは何かというとバーチャルな情報の中にもあるかもしれない。だから例えば急に、えー、夜中にパソコンなんか見ててそのサインが現れる暗号が現れてつまり、えー、自分っていうものの箱を開けるサインが現れるかもしれない。ね えー、どこにあるか分かんないけど、そういうさオンラインの中にあるかもしれないし街歩いてて風景の中にあるかもしれないしそういう旅行した時のあなんか部屋の中にあるオブジェなのかもしれないそれは分かんないわけよで伊藤君はだから、えー、と俺が写真を自分で自分が写真を撮影する意味っていうのは自分の自助伝で,でそのいわゆる、まあ、ある意味暗号探しみたいなところっていうのをすごいやってる。 だと思うそれは本人もプレ,プレゼンテーションした時言ってたしそれからあーいわゆるそのプロポーザルシートにも書かれているしそうなってんだよね。だけどさ写真を自分の自分というものを解くための,そのいわゆるその暗号を解読するための装置だっていうふうに使ってる人なんていうのは僕は未だかつて写真家で聞いたことがないよそんな人は。 それはでもさつまりさいろんな文学の教養があってさその象徴主義とかさあそういうものをなんかマラルメとかあれだボルヘスみたいなそういうさ文学的な知見がすごくある人が到達して世界をの秘密っていうもの暗号を解読するんだそれを文学や知り合うんだみたいないわゆるさ崇高な話じゃなくて。 えと伊藤君は、まあ、いわゆるゲーム世代だしアニメ世代なわけだからそういうようなある種の世界がゲーム化されてしまっていてイコゲームイコール世界っていうふうに、まあ、なってしまっているいわゆる世代の人たちだから気が付いていることはさヘビーに文学を勉強しているのとゲームとかアニメとかそういうさあいわゆるそのバーチャルないわゆる世界の映像っていうものをなんか触って得られている知見っていうのがさ 結果的にはそう同じところに行ってるんだと思う。つまり自分をどうやって暗号としてそれで解くのか、そのいわゆるその道具としてあのいわゆる写真機を使うのかっていうことなんだよね。で、それは多分、伊藤君が美大あの、いわゆる写真学、えっ、ー、と、焦げ台で勉強したり発表してる時なんかも、 えと先生は分かってるようでいや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 だけどお前はやっぱり写真の学校にいるんだがやっぱり写真のちゃんと文脈をちゃんと理解してそれを写真やれよっていう風なストラッグが当然発生したと思うんだけどそこは僕すごい面白いと思うんだよ、うん、そこでその発生してる話っていうのはだからだからまあけある意味ではまあなんか古さ的なことが発生してるわけよと僕は思うだから装置としての写真をある種ご用して違う 方向で使う、自由に使う、ご用してプレイする。それを伊藤君は見事にやってるんだと思うんだよね。これを。だくでも今のところは伊藤君がやろうとしていることっていうのはまるで理解されないと思う。それはあ羽根寿君が工事現場で、ね、ブルーのガムテープをな張り逃げしてそれを例えばあれで撮影しているのを、えー、現場のおっちゃんはもう1000%理解しないだろうし。 えー、警察が来て説明しても絶対分かってくれないだろうし美術評論家も評価してないかもしんないし、えー、羽地君がやってる張り逃げっていうのはそういう行為だと思う。で同じように伊藤君が,がやっているその何て言うかないわゆるさ暗号時としての写真っていうものを考えるっていうやり方っていうのもまあ発明っちゃ発明だし今までないっちゃないしさそれ,をそれを急にその。 うーんなんていうか例えば現代美術の批評家アカデミックな批評家たちすごくうーん,なんていうかラジカルな批評家でさえそれをすんなり批評あの褒めるっていうことはなかなかできないことなんじゃないかなと僕は思う。だから最初はさなんか暗くてさま何、あ、て言うかなあ,あ簡単に言うとさ芸術っていうのは一つのあ これはあれでグレゴリー・ベイドソンっていう人が言ってるんだけどでベイドソンは、まあ、い,わいわゆるダブルバインドっていうのを、えー、有名なあれ言葉を、うん、作り出した人だよねだから人間っていうのは例えば「お前のことが好きなんだよ」って言いながら例えば何かぶん殴ったとするじゃないそれってまあ分裂してるし矛盾だよね分裂でそういうようないわゆる、まあ、その分裂生成っていうんだけど、えー、とシモジェネシスっていうんだけどで、まあ、そういうものが 人間の精神における分裂生成っていうのがいろんな事態を生み出してるんだっていうことをまあ言ったわけだよね。でそれのいわゆる分裂生成というのは2種類あって一つはいわゆるその敵対的な分裂があると。だから戦争だよあの一番。だからもう人間を追い詰めてってそれで何,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 何か逆入れするとかこれ分裂生成。でもう一つはいわゆるまあ,あまあなんまあ相互的な 分裂生成というやつがあって、まあ、それはまあだから、まあ、ある意味ではトリックスターとかいろんな矛盾があってもこう2人が笑ってそれで、えーうん、和解するみたいなそういうやり方でまあ同系だよねギャーハみたいな感じで、えー、そのんなんて分裂をその回避するっていうふうなやり方なんだけど、まあ、でまあだから簡単に言うとさ そういうさ、いわゆる人間の精神、分裂生成みたいなものを、いわゆる、ある種解決する、解決するっていうかな。それを、なんていうか、うまく扱ってくれる装置として写真っていうのは非常に有効的に機能しているんだと思う、本当は。だから、うんと、 自分の友達を確認するということもそうかもしれないし例えば自分が何者かっていうことを知るっていうこともあるかもしれないですど、あと関係っていうことに関して考える時に写真っていう装置っていうのは非常に有効的な存在になってるっていうようなことだと思うんだよねだから伊藤君がやってるこのその自分の箱っていうか暗号でそれを何か解くっていうふうなことっていうのも そこまでまだ意識化されていないかもしれないけども、その写真機っていうものの、うん、まあ、いわゆるそのグレゴ・ディ・ベイトソンが言ってるような分裂生成的な状況っていうものを、えー、ある種解決するようなものとして使っているっていうふうに評価することはできるんじゃないかなと思います。で、えっ、ー、と、3番目いきます。3番目は、えー、松井優くんです。今、あれだ、出てるの、まだ伊藤くんですけれども。 今出ますからねもうちょっとすると出てきますけれどもえー、あ出ましたはいこれ見てみましょうこれはなんかねで今のね場所っていうのは、えー、渋谷のスクエアの屋上だよね人がいてそのところに何か 構成されたもえっ、ー、と、これも、えー、松井くんが作っているポートフォリオの順番に、えー、で、えー、こっからで、で、えー、これ、コミュニティーズインフルエンスミーって書いて、本人が出てるんですけど、で、本人は、えー、品川の企業で働いているサラリーマンなんです、松井くんは。だけど、えー、まあ、えー、それで2010年ぐらいから、あ写真みたいな始めて、それでまあ、 えっと16年にはあその新世紀で選ばれたりするっていうまあ優秀賞をもらったりするような形で、まあ、だから、えー、もともと写真学校とかいわゆる美大に行ってた人ではなくていわゆるまあサラリーマンでいろいろやってで本人映画好きだから、まあ、いわゆる映画のビジュアルと現実っていうものの相関っていうことも 非いろいろあったと思うんだけどまあ身を見よう見まねでいろいろ触りながら大体10年代ぐらいから写真をやり始めてきてそれでまあやってる間に評価されたりとかいろまあだからまあ写真を使ってそういう分裂生成的なあなんといわゆるその自分の状況みたいなものを考えるみたいなことをまあやったんだと思うんだよねそれで、うんえー、去年のフロントラインにも応募してきてくれてで前回は いわゆるその映画っていうものと写真っていうものの相関関係について自分がスタディするみたいなことをまあやってたの。ところがさ、今年を応募してきたものはもう全然違うものになってて、それはどういうことかというと、品川で自分が通っていてもう毎日嫌で嫌で仕方がないと。これ品川だと思うんだけどさ。あで、まあいや、まあ、渋谷かもしれない。で、でまあたいそこで受けているストレスみたいな。まあ、ストレスなんてみんな受けているのは当たり前だし、 えー、自分が病気かどうかなんていうのもさ、もう、今はもうその、いわゆるその、例えばサイコパスとさ、正常の人の区別っていうのは、あまりにもグラデーションがあってさ、 ががいいっっぱいあって一体何が正常で異常なのかということも全然言えないと思うねでも本人は渋谷の精神分析医のところにお金を払って通うようになって、まあ、そこで自分が考えていることとかそのストレスみたいなものをいろいろしゃべるみたいなことをやるとでその精神科医に受けているところもみんな動画で撮影する。 それから、その自分がサラリーマンで通っている品川のいわゆる道も撮影する。渋谷の精神科医へ行くところも撮影する。全部動画で撮影してるのね、彼は。で、その動画で撮影しているものを組み合わせて、まあ、巨大な、まあ、歪んだ塊っていうかな、そのいわゆる映像が、映像の時空が歪められているものがくっついた、お団子状態っていうか、一つの、まあ、機形化された建築物。 物みたいいななな感じになっているようなでもその危険化した建築物っていうのは、その、いわゆる、その、なんていうか、動画編集ソフトだったりとか、あそれからあ、えー、いわゆるパソコンの中での、いわゆる合成のそのスキルで、いわゆるその合成するようなものの、まあいわゆるアプリのその痕跡があるようなものなんだけど、だから、まあいわゆるそのテクノロジーっていうものによって変形されて、封印されている時空って言ってもいいかもしれないんだけど、 そういうものの集積体っていうのがなんか動画で動いていると渋谷の渋谷スクエアの屋上にそういうなんか巨大なそうう歪んだいろんな何か多視点的な複合的ながん細胞のようなきらびやかなでもとても美しいがん細胞のような増殖体みたいなものがあってそこの一つずつには自分が精神科医のところに行って受けている動画とかそういうものも歪められてそころに全部入ってるとでそういうようなものをまあ松井くんは作ったわけだよね。で それの、その動画のスクリーンショット、キャプチャーを使って写真集っていうか、ポートフォリオにして応募してくるっていうような形をとってるわけね、彼は。だから、まあ、ある意味ではさ、なんだろうな、あ ななななんてて非常に複雑な自分探ししみたいいことをやってるのかもしれないだから単純に言えばさ結局そのコミュニティでコミュニティと自分の関係というものをその何て言うかないわゆるそのななんてう写真装置ってテクノロジーを何か使ってそれをやっているにしかすぎないっていう風な簡単な言い方もできるかもしれないけどでもまあ僕が見て思ったのはその何て言うかなあーその精神科医に行っている。 よううななことすらもう一つのそれはプレーでしかないだからつまりこの現実にいわゆる生きていることをちょっとでもた、まあなんとか軽くしようっていうことが重要なんだよね普通だったらいや人には言えない悩みがあってさうつうつとして考えて自殺して死んじゃったみたいな自殺して死んじゃったというのは当たり前すぎる言い方だけどさ自殺しちゃったっていうふうに昔だったらあったじゃん。 重い自我だよねそうじゃなくて全てはつまりさ精神科医に行っちゃうのもまあ自分がお芝居に出てプレイしてるのと同じゲームでプレイしてるのと同じようなロールを演じているしか過ぎないと考えれば全ては軽いわけじゃん。でおまけにそれを動画に撮影してそれを素材にしてさ自分の作品を作っていくっていう風なアプローチっていうのは、まあ、とても面白いと思うんだよね。だからそのまあ、そ伊藤くんにも まあ羽地君も伊藤君も松井君も共通してるんだけどまあその何て言うかいわゆる都市っていうものはフィジカルないわゆる都市だけじゃないわけよいわゆるバーチャルないわゆる空間としてのいわゆるまあ何か都市っていうものとまあ一つだよ。でその一つの中で自分がどういうふうにプレーするかっていうことが重要でそのプレーを。 えっと写真っていう装置を使いながらいや画像化したもので作品を作るっていう風なやり方になってるからだからあそれは何て言うかなあー例,えば例えばその荒木信義が写真みたいな形で現実を 単純に虚構化するとかいわゆる森山大道が池袋のその街をいろいろ歩いてスナップを、まあ、撮影するとかっていうようなつまりそういうさなんかさ、えー、真実反真実現実虚構っていうような単純な話とは違うもっと入れ組んだそのいわゆる私と世界の関係っていうものを。 何ちゅうから、いわゆる、なまあ、な写真っていうさ、機械の中にデータを入れてソリューションさせて生まれてきた言うとなんですよ、みたいな。そういうようなこと松井くんやってると思うんだよね。だからあ、まあだから、そういう巨大なもの、まあだからすごいプライベートなものであるんだけど、プライベートなものが、まあ、うんとダグエイケンって今、まあ、作家がいて、でまあ、それはダグエイケンはまあ、あ えー、90年代ぐらいから出てきて、まあ、この人は MTV の編集も昔仕事してたことあるから、まあ、スイッチングができるわけですだから現実っていうものが一つのたった今っていうのはっていうのでは成立してなくてちょっと前ちょっとあと今っていうものが、えー、と例えば同時に一つの空間で再現されるようなそういうような形をまあ基本的にスでスタートした人だったダグエイケンは。 でですごい面白い人で基本的なもんだと思うそれとかうーんだからまあそういう形で、まあ、例えばそのいわゆる広告とリアルっていうものをフュージョンいろいろしながら。 したような,あなんていう写真家たちもいるわけだしだからそういうようなあいわゆる形で現実と虚構とか消費と生産とかあ現実と夢みたいなものを一つにしようとしてた人たちがいるんだけどそういうものをすごくある意味ではインスタントにもう何て言うかできるような時代にいわゆる入ってるってことの方が重要でつまりさう何て言うかなだからその何て言うかな、えー うんだから人間の置かれている精神の置かれているそのさっき言ったいわゆるベイトソンが言うようなダブルバインドの複雑性みたいなものに対応できるようないわゆる形で自分でゲームを作ったり自分を、えー、っとゲームのアバターとして使ったりそういうことがまあできるようになった作家としてやっぱ松井優っていうものは非常にまあ面白いんじゃないかなといううな感じはします。はい それで、えー、と質問コーナー戻,す戻しますはいちょっと一回、えー、戻して、えー、画面を、うん、戻しますちょうど今1時間ぐらい俺喋ったんですけどあ今入ってないから今音が入ってないからいいですよはい、えー、入りましたかね 大体、えー、いい今まで1時間ぐらいまあ,あ YouTube チャンネルで喋ったんですけどえー、質問とかねうーんあるといいなとかって思いますけどねまあんまああれだ大学の授業でもないわけだし講演会でもないわけだし公表会のレビューでもないので非常にまあえーうん かんまあなんかリラックスしたもんなんですけども、えー、カジュアルなもんなんですけどなんかあれもし聞かれている方の中でうんと質問とかさ聞いてみたいこととかさなんか言ってる中で分かんねえよみたいな話があったりとかさないかなというようなことをちょっと思いますけどいかがでしょうか。質問コーナーです今からは。 どうですかどうですか誰かいないかななんかあるかこれさ、これ一番最初にちょっと持ってたんだけどさ、これあれだね、ネオ東京寺院のやつで、えー、昔のっていうか、今までの、 えー、東京フロントラインフォトアワードで受賞した人の昔の作品も入っていれば金作も入ってるんだけどそれを、えー、エディットして1冊の写真集にするっていうやつを今やってるのね。それで で、今回の、えー、東京フロンダラインフォトアワードのグランプリ、準グランプリの人たちは一冊ずつ作っちゃって、それで応募してノミネートされてきた11人の人も、えー、こういう形で、え一、ー、冊にしてしまいたいなと思ってなはい、お、岡田。えー、写真を語ると写真で語る。違う,うな。うん、コメント。 コメントじゃなくて質問しろよ <laughs>。いやいいんだよ。<laughs> コメントでもコメントでもいいじゃない。メッセージ。メッ,ージメッセージが。今書き直してるんだ多分。あそうか。<laughs> ありがとうございますコメント。なんかあるかね。いやまだ全然いいんだよ。ゆっくりややればいいんだこれ。俺うん そう、ね、いろいろまあな面白いんだけどな。おおいいね。フロンントラインの展示ってこと、ね、おう一応ね本当はねゼロックスの横浜のスペースでやろうと思ったんだけどえー、っとほら休業したりいろいろしてるから10月以降で展示ができたらなと今ちょっと思っててまあ そうでなければ、また東京のそういうゲリラ的なスペースでしようかな、みたいな感じは今、思ってるんですけどね。それは。で、それ、まあ、だからあ、展示はやるつもりしてます。それで、はいはいはい。それで、でね、俺は思うんだけどさ、うんと、でね、展示っていうことなんだけどさ、 えー、で今まあ展覧会って言ったって入場規制があったりとかさあそれから今日もまた今日300人超えちゃうかもしんないしよく分かんないじゃんそうやってもう感染者がさ増えてそれであれでってウィズコロナって。 っって言って言るわけだしさそうかといってこれはインフルエンザよりかかってる人が少ないから休業する人なんかないんだとかって言ってるお医者さんもいたりとかさあ方針定まらないままこれでグリグリっと多分2年ぐらいいっちゃうんじゃないもうこのまま。というふうに僕なんかは思うのね。だからつまり、えー、ノーマルには戻らないノーマルな展示っていう形式っていうのは意味がないんじゃないのかなと思う。 だから、まあ、僕は少しずつ早めにいろんなことを手を打ってるからあれなんだけどその何て言うかなイベントみたいな形で写真を見せるっていうようなことっていうのはあってもいいしあと例えばオンラインでそれやってる人なかなかまだいないけどオンラインで自分の写真をスライドで見せながらいつもインスタライブをその。 うーんアーティスト同士やるとか批評家とやるとかっていうようなそういうようなやり方っていうのはあ,あると思うしだからある意味ではそれはその今までのなんか展示の方法になんかこだわる必要っていうのがもう全然ないまあそういうふうにもうなんねだからやっぱやっぱりリアルな対面空間でないと物は伝わらないですよとかっていうのを。 言っても始まんないよそうじゃなくてこのやっぱり新しい状態、うん、常な状態なんだよもうこれがだからこ、えー、となんていわゆるな、まなまなまなま、な新しいデフォルトだと思って頭を動かした方が、うん、プラスじゃないですかねっていう意見ですだから展示はやりますけれども普通の仕方もしないかもしれない。 チャンスだからね。今までと何か違うやり方をすればいいんだと思う、それは。だからそれがまず一つ。それから、えっ、ー、と、次の質問に答えるとするとん、今の写真はやっぱり社会的なものが多いですかっていう話なんですけど、社会的っていうのはどういうことを それは意味さすのかっていう問題なんだけどあ社会的でないものはないよね。例えば社会的でないものの反対語がいわゆる個人的なものっていうふうな言い方で考えてるのかもしれないけど個人的なことってとっても社会的なことになってるよね今。だからえっと社会的でないことなんか一つもないと思うんだよねそれは。 だから、うんと、同じように写真も、だから、例えばあ、これは個人的なものだなっていう、あ、面白いのがあってね。それは、えっ、ー、と、えー、なんだっけ、あの子、名前、うん、<laughs> 名前は、違う人の名前言って怒られんな。 えー、ああれだ石田君っていう人がいて石田君はあれ,だあれだ、千葉雅也賞になったあ、うん、あれだ石田君っていう人がいてで石田君はあどんな写真撮ってるかっていうと,、えー、とそれはある意味では発見の写真でね発見の写真って僕が呼んでるものってどういうことかっていうとつまり現実いろいろ歩いてるとスナップが多いんだよそうすると、えー、撮影すると。 で撮影するんだけどこれが現実だと社会僕が見ている社会だと世界だと思うんだけどもうちょっと突っ込んで世界の方が素顔を何か,こうなんか見せてくんないかなというふうに思う人たちがいるわけ写真家には。それは写真の欲望なんだよ、ね、で,でなんか気配が出てるから気配だけ撮影するかと。 ね。だからあ、自分が撮影したいものっていうものが明確じゃないんだけど、その、あ、印が現れているもう少し内側なのか、次の、次なのか分かんないんだけど、それを撮影したいっていうふうなことを写真家って思うものなんだよね。それで、そのあれで、まあ、なんてう、石田君の写真が面白いのは、例えば、道歩いてて人に会うと。おおと。 撮りたいと、この人。でも、この人を撮影したいけど、普通じゃなくて、この人に、ちょっとなんか、変なことやってもらったところを撮影したいと、こう思うわけだ石田くんは。石田くんは、石田君はだから、それを、えっと、すいません、あの、すいませんが、私のモデルにお,お願いしたいんですっていうふうに言うんだって。それで、ただ、えー、うん なんて、あなたがそう私の写真のモデルをしてくれてもあなたは全くなんか得になりませんと。えっと、ひょっとしたら仕上がった写真が嫌だと思うかもしれないですけど構いませんかっていうふうにいちいち説明して撮影するらしいんだよね。そこが俺は面白いなと思うんだけど。それで女の人が例えば、えっと、水道のところで口から 水ををき出してるるような写真を撮影するとそれは多分被写体の人はこの男の人は私に一体何をさせて私の写真でどうこうしようどうしようと思っているのっていうのは100万回説明しても分かんないと思う多分。でも石田君はその現実が少し変容されてそのベールの向こう側にあるようなある可能性っていうのがそこに なんか発露する瞬間っていうのを撮影したいと思ってるわけだよ。で、こういうものは、で、いわゆる個人的な、つまり自分がで、まあ、ある意味では出会い写真なわけだから、個人的なものなる。でも、その、じゃあ、すべて個人的なものかっていうと、そうは言えない。だから、いわゆる個人と世界。だから、からもうちょっと言うと、いわゆるその、個人と社会っていうものの、 うん、頭で考えているようななんか図式をが裂け目として現れるところを石田君が写真にしたいと思ってると思うんだよねそれは。だからすごいそれをひょうひょうとして抜け抜けとしてやってて重くなくやってるから石田君の写真はすごく人気があってだから羽地君とかあ他の人たちがあれだから僕はこのいわゆるコロナだからそういうような。 人間の関係性とかっていうことを問うような写真っていうのが応募してきたらグランプリの可能性あるなというふうに内心思ってたんだけどだからあそのなんていうかなえっ、ー、となんていうか写真がソーシャリーかどうかっていうのは当たり前の話だと思うそれはそれは何でかっていうとえっ、ー、と自分でないものを撮影して自分を表現しようとしてるわけだから基本的にはさすべての写真はソーシャリーだと思うよそれは。だから あ僕はそう思ってるけどねそれでいいかな岡田さんに聞こえてるかな他に質問とかってありますかあれだ受賞者の人って聞いてないのかなどうやねんやろう聞いてない誰も <laughs> 大丈夫か 好き放題言ってるけどそれ話違うぞ。俺ちょっと文句あるぜとかっていうのないかな大丈夫 <laughs> <laughs> いつも心配なんだよねこういうの本当はどうなんやろそれはえっ、ー、と今後の予定はハブ・ザ・フォーサイトのあはいそれで、えー、これは YouTube じゃあなありがとうございます。 こちらもで、えー、これはハブスター・フォーサイト・アバウト・アートっていうまあ私の YouTube チャンネルのインスタライブインスタライブじゃないな、えーえー、YouTube ライブで今日はしてるんですけどえー、っとね今まあだから、えー、っと8月1日1日から恵比寿の、えー、ポストというまあおしゃれなそのアートブックストアがあるんですけど そこでれは、まあ、いわゆるオンゴーイングっていうかだから、えーまあ、そのいわゆる今年の,その秋に予定されているアートブックフェアの時に新打ち登場で全て揃うんだけど、まあ、だいたい今二十数冊作るんで今だいたい、えー、同時並行ここまで、えー、と10冊ぐらいだいたい今作ってるんですけど。 えっと、でんとそれをまあ,あの中間報告点っていうのをやるとそれで、えー、それを、えー、ポストでやるまあだから、えー、岡田さんとか、えー、小島君とか伊藤啓二君とか五木田とか、えー、鈴木親父とか、えー、小林健太とそれと横田大輔のあれコラボレーションのものとか、まあ、そういうやつの。 人、ねえー、といっても相当立派なもんなんですけどそれを、うん、販売するっていうことをまあしようとしていてそれのまあいわゆるメイキング動画をメイキング動画っていうかまあ僕が見せながらしゃべるっていうのを、えー、ハブ・ザ・フォーサイトで次の回にやろうと思ってますそれからその次8月に、ね、入ってすぐですけど、えー、だからまあ、えー、一つがネオ東京人ジニア でもう一つは今、えー、埼玉近代美術館っていうところでやっている「写真の物質性」っていう、まあえー、面白いグループショーが横田くんとか、えー、滝沢くんとかそういう連中がもう美術館を使いまくって好き放題やってるってやつなんですけどこの間も行ってきたんですけどでまあそれをこの間取材し,しているものがありましてそれを「えー、ハブザフォーサイトアバウトアートで」で、えー、流そうと。 いうことで今進めてていいるというなうな形になっておりますですからまあ、えー、展覧会はポ展覧会とい,いわゆる展示販売会はポストでやりますしれから、えー、YouTube チャンネルでその2つが出てくるっていう,うな形になりますね。携帯でライブ配信もします、ね。携帯でライブ配信もします。いろいろやります。はい。<laughs> そういう感じでしょうかとりあえず今日は。えー えー、最後に何か質問がえ、えー、となければ、えー、これにて終了いたしますが皆さん、えー、いかがでしょうかどんなもんでしょうあそれとあとね今 GP プラス ABP は、えー、と夏の、えー、感謝祭をやっておりますね感謝祭それで ABP の写真集本間くんのいい写真集とか横田くんの写真集とか小山大輔の写真集とかがなんと 50%オフでございます。8月30日までです。えー、当分やりません。えーまあ、1年1回ぐらいかな。えー、感謝祭やりますけれども、まあえー、この機会に50%オフですから、この機会に、えー、オンラインでご注文ください。えー、これはああの、えー、オンラインセールスフェアなものですからあの、よろしくお願いいたします。概要欄に 概要欄に書いておきますのでよろしくお願いいたしますもうないかな大丈夫よし。それでは今日は視聴大変ありがとうございましたこれにて終了でございますまたねあ、質問来たいいこと言うねそれは羽生地君に聞いてみないとわかんないんだけど あれ僕が知っている限りでは平面だったんだけどそのイメージの缶桶っていうことになっていてポートフォリオが送られてきたものはプラスチックのいわゆる箱にビニールテープが貼られていて箱だからそれは立体だった。だけどあ僕はつまり、まあえーなうん、今まあそれはあれ,あれ羽地君の問題だから俺がこうしろああしろっていう話じゃないんだけど。 でもなんかさこう何て言うかな工事現場の仮囲いをそのまま剥がしてきてオブジェとして使ってそれを作品にするみたいなことをしてもいいんじゃないのかなあーそれは当然のそれって成り行きなんじゃないかなみたいなあのあ感じはしますよねだからうんと平面であるとか立体であるとかっていうのは あそれはどういうことかっていうと普通ね美術教育っていうのは平面からあっもともとは、えー、神様っていうのがさなん存在目に見えないってこところ存在していてさ 人間の似姿で彫像にしてレリーフになってそっからいわゆる絵画が現れたっていうのが、まあ、西洋あれだ絵画史のストーリーになってんだよねだから平面と立体つまり 2D か 3D かっていうことっていうのはすごいやっぱ大きいわけだよね。で,であの写真はスチール写真っていうのは平面じゃん平面なのに時間が感じられるとかさ。 静止の永遠が映っっっててているとかって言ってさ 2D なのに頭の中では 4D っていう風なそれって不思議な装置だったわけだよ写真っていうのはだけどじゃあ別にそれってなんか動画でもいいじゃないですかってでも動画は決定性がないからイメージの強度っていうのは生まれないから写真の方が動画よりも強いんだっていう人っていうのはいっぱいいるわけよだけど今なんか別にさそうじゃなくて 人間が生きているような状態っていうのは 4D とかいわゆるなんていう高次元的な状態でそれ生きてるわけだからそれを例えばテクノロジーで捕まえられるんだったら AR だって VR だって写真家は使えばいいわけよそれは僕はそう思ってるだからハイディメンショナルなテクノロジーの使い方っていうのを最初に覚えて 4D 時間が入ってるやつ出で出しますか動画 3D で出しますか彫刻 2D でやりますか平面でやればいいんじゃない 場合によってはなんとゼロ次元で、えー、文章でもいいかもしれないただのコンセプトで非物質的なものですっていうのを表現したっていいと思うだからそれ全体で写真家っていうふうなことをがプレイヤーとしては面白いんじゃないでしょうかそのように私は思いますがいかがでございましょう大丈夫ちゃんとこれであれですかあれですかお答えになってましたか大丈夫ですか <laughs> 返事が来るかなもうタイムラグがあるんだよな、これきっと。結構ある。<laughs> 黙っててもしょうがないよな。うん、終わりですかね。あインスタライブもやりますよね。うん、いろいろやりますからね。見てくださいね。と、いいかな。かなじゃあ、皆さん、さようなら。 さよなら <laughs> 消していいよ消したら多分消えちゃうかじゃあどうすん